2023年の波に立ち向かうビムシムレッスン TV オンライン45歳からのビムシム。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク社製品のオートキャットとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの方にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。ビムシムを推進する意義というところですね。を今回ちょっと少しお話をさせていただこうかと思っております。前回でもお話をしているんですが、ビムシムですね、ずっとお話をしていますが、何かっていうと2020年の3月にですね、発注者におけるビムシムの実施要領というのが国土交通省により作成され、発注者の責務や役割を明確にしました。そこには通信環境の整備や発注前に目的を明確にすること、また品質管理及び行政業務の円滑かつ効率的な実施であることを拒み、ビムシムモデルの過度な作り込みを支持しないなどと明記をされています。あくまで生産性を上げることをはじめとした産業の改革が目的であり、2次元の図面を3次元にする手間を増やすことが目的ではありません。ということだと思うんですが、どうしてもですね、ちょっと活用がうまくいかないとかだとかですね、いろいろ問題もはらんでいるかとも思われます。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしております。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。